朝尾拓也、朝尾拓也、朝尾拓也、1984年10月22日体は、愛知県千田市出身の元プロ野球選手、投手、右投げ右打ち、現在は中日ドラゴンズの二軍投手コーチ。中学では、保守として、南式野球部に所属、愛知県立戸小波北高等学校、現、愛知県立戸小波高等学校入学後も、 保守を務めたが、投手不足の事情から2年生秋に投手に転校。卒業後日本福祉大学に進学。愛知大学リーグの2部と3部のリーグで通算53試合に登板し、21勝9敗の成績を残した。2006年秋季の2部リーグでは、名古屋産業大学との対戦で、ノーヒットのオーランを成した。愛知大学野球リーグ1部2部入れ替え戦で、 同期入団の清水明信、名城大学に投げ勝ち、チームを一部昇格に導いた。大学入学時には、時速 138km だった球速は、2年秋に時速 140km を突破し、4年秋に最速時速 152km を記録している。2006年のドラフト会議で中日ドラゴンズから3位指名を受け入団。 日本福祉大学第一号のプロ野球選手となった。ドラフト前は西武ライオンズヤクルトスワローズもマークしていたが、中日以外球団から指名されれば、社会人野球の東方ガスに進むと宣言。西武は強行指名も辞さない構えだったが、直前になって指名を回避した。4月10日の対阪神タイガース戦で、リリーフとしてプロ入り初登板を果たす。 4月24日の対広島東洋カープ戦では1回3奪三振でプロ初勝利を挙げる。5月9日の対広島戦で初先発。本類打を2本打たれたが失点はこの2点だけで6回3安打2失点でプロ2勝目を挙げた。さらにフレッシュオールスターゲームに出場しセーブを挙げる。後半戦は肩を痛め、ほとんど登板機会はなかった。 故障の影響から開幕を2軍で迎えた。その後復帰し、1軍に昇格して、中継ぎで登板。オールスター後から、北京オリンピック開催中は、日本代表に招集された岩瀬ひとのりに代わって、おえを務め、8月7日の対ヤクルト戦で、プロ初セーブを挙げた。その後は、先列復帰した岩瀬へつなぐ、勝利の方程式として、勝ちパターンでのセットアッパーとして起用された。 この年に、危険球退場処分を3回受けており、一軍公式戦の危険球退場処分回数のシーズン最多記録となっている。初の開幕一軍入りを果たし、前年の好成績から、自身初の開幕投手を務めて、勝利投手となった、当時コーチだった森重和曰く、失敗させて、リリーフに回すつもりで投げさせたのが勝ってしまっため、先発を続けることになったという。 しかし、それ以後は先発で結果を残すことができず、再度セットアッパーとして起用される。7月には、セリーグ新記録となる月間11ホールドを記録し、月間 MVP を受賞した。終盤では、体調不良の岩瀬に代わり、再び守護神を務めた。この年は、チーム最多の67試合に登板したが、ヤクルト戦の対戦成績が1勝5敗。 対戦防御率8.14と打ち込まれたことが、響いて、チームワーストの9敗を喫した。オフに、ドミニカウインターリーグのエストレージャスオリエンタレスへ、山井大輔、谷哲也、長峰商二と共に派遣。2試合に登板し1回を投げて4失点を喫した、ことから以降は起用されなくなり、予定より、早めの帰国となった。シーズンでは、年間通して、 セットアッパーを務め、9月5日の対巨人戦でに、藤川球児が記録した日本記録を更新する21試合連続ホールドポイントを達成。9月12日の対横浜ベイスターズ戦では、日本新記録となるシーズン59ホールドポイントを上げると、9月25日の対横浜戦で、日本新記録となるシーズン47ホールドを記録した。この年は、 近藤博士の球団記録を更新する72試合に、登板し、リリーフだけで12勝3敗 1S、防御率1.68、ホイップ0.87の大活躍で、最優秀な担ぎ投手に輝き、リーグ優勝に大きく貢献した。また、ホールドとホールドポイントのシーズン日本新記録達成、連続試合ホールドポイントの日本記録達成に、対して、連名特別表彰。 連盟特別賞を贈られた。千葉ロッテマリーンズとの日本シリーズでは4試合に登板するが、第6戦以降から大ブレーキ。第6戦で2イニングを投げるもサブローに同点タイムリーを打たれて、チームは引き分け。第7戦ではシーズン中にもなかった4イニング登板を果たすが、慣れない4イニング目に、延長12回、今江俊明に支給を与え、岡田隆文に、 決勝の敵時三塁打を打たれて自滅。敗戦投手になった。昨年に続いて、セットアッパーを務める。昨年ともに活躍した高橋里志文を故障で書いた影響で、ロングリリーフを任されることも多く、さらに所々で、岩瀬に代わって、抑えとして登板することもあった。負担が大きい中、前年の記録を塗り替える、球団記録の79試合、 八十七回一三に登板して七勝二敗十0 s 防御率零0.41、共にリーグ一位の四十五ホールド五十二ホールドポイント、ホイップ零点八二で非本塁打0という脅威の成績を残した。九月十三日の大阪新戦で、ジェフ・ウィリアムスの持つ通算ホールドポイント、日本プロ野球記録、百五十四 h p に並び、九月十七日の対巨人戦で、 プロ野球新記録となる通算155ホールドポイントを記録し、2年連続最優秀中継投手に輝き球団史上初のリーグ連覇に大きく貢献した。リーグ優勝した10月18日の横浜戦、横浜スタジアムではロングリリーフを任され2回1、3を無失点、最後の打者となった筒中里氏を空振り三振に仕留めて、胴上げ投手となった。 これらの活躍が認められリーグ MVP に選出されたほかシーズンを通じて先発投板が一度もない投手としては両リーグ通じて初となるゴールデングラブ賞を獲得した日本シリーズでは第7戦で7回から投板西二塁で内川誠一と両リーグの MVP 同士の対戦となったが甘く入った2球目の直球をセンター前にはじき返され ホークスの日本一を決定づける3点目を失い、チームは2年連続で日本一を逃した。前年最多勝の吉見和樹とともに、東日本大震災復興支援ベースボールマッチ、侍ジャパンのメンバーに選出された。しかし、シーズン前から原因不明のストレートの減速に悩まされ、シーズンに入っても調子が上がらず、開幕から38試合で21試合に登板して、 失点6、前年、開幕から37試合で21試合に、投板して、失点2を上回るペースで失点を喫し、5月14日に、登録抹消となった。契約公開では、4000万円減の2億2000万円で、公開した。オフの12月4日に、第3回 WBC 日本代表候補選手34人が、発表され候補入りした。前年からの右肩。 肩関節鍵盤の不安もあり、第3回 WBC 最終メンバーの28人には選出されなかった。シーズンでは7月12日の巨人戦で復帰し、9回表を三者凡退に抑えた。しかし、9月24日、9月25日の広島戦で連日にわたって敗戦投手となり、チームの12年振りの B クラスが確定した。は わずか22試合の当板にとどまり、防御率は自己アーストの6.16。は36試合の当板で1勝1敗3セーブ16、ホールドと復活を遂げるも、9月26日の谷重監督兼選手の引退試合では、サヨナラホームランを打たれてしまった。は、右肩の故障などに苦しみ、プロイル発の一軍当板なしに終わった。月日の巨人戦で、 2015年9月26日以来となる一軍登板を果たした。10月1日のイヤクルト戦でホールドを上げ、プロ野球史上3人目、セリーグでは史上2人目となる通算200ホールドを達成た。ただし、先に投げた谷本圭介が2アウトに抑えた後のイニング途中の投手交代で打者1人を抑えただけでの記録だったため、 周りの達成させてあげなきゃという空気を感じて、選手として悲しかったと限界を感じ始めたという。今シーズンをもって引退することが9月25日に報道され、26日に名古屋ドームで正式に引退会見が行われた。9月29日、名古屋ドームでの阪神戦で、野本慶と共に引退試合とセレモニーを開催、9回表に3番手として登場。 中谷正弘と対戦し三振締めで現役生活を終えた。十二月二日、自由契約工事された。細身の体から繰り出される、平均球速約時速百四十九キロメートル、最速時速百五十七キロメートルの速球が最大の武器。ストレートと縦に曲がる、スライダー、平均球速約時速百三十八キロメートルの高速フォーク、握りが浅く、 SFF に近い、時速 120km 台のパームを持ち玉として、打者のタイミングを狂わす投球を持ち味としている。ただし本人は、スライダーに自信はない、パームは抜けることが多いので、リリーフになってからはあまり投げていないと発言している。入団時の会見では、セールスポイントとして速球よりも、牽制とフィールディングを最初にアピールしている。バント処理でそのフィールディングの良さが見られ、 2010年4月3日の阪神戦で、関本健太郎の送りバントをダブルプレーにした際には、監督の落合博光から、あのバント処理は朝尾にしかできないと評され、2011年にはゴールデングラブ賞を受賞している。フィールディングを磨くため、試合前の守備練習では、吉見和樹と共に遊撃手、または二塁手の守備位置に入り練習を行うことが日課となっている。 投球フォームは、テイクバックが小さく腕の振りが速いスリークォーターで、これは、高校時代に、投手へ転向する前にやっていた捕手の投げ方が、影響しており、朝を曰く、何度も直そうとしたがどうしてもこの投げ方に戻って、しまう、という。クイックで奏者の盗塁を防ぐことが多く、赤星のりひろも、上記の牽制、フィールディングクイックを高く評価してを赤星の現役時代は、 浅尾選手がマウンドにいる時だけは、盗塁をしようと思わなかったと語っている。2011年まで、中日監督を務めた落合からは、浅尾と岩瀬でやられたら仕方ないんだから。それだけ二人を信頼していると、岩瀬ひとのりと共に、大きな信頼を寄せられ、2009年から2011年に、かけては218試合に登板。この間は、登板方も指摘されたが、 本人は、イニングまたぎは難しいが、1イニングだけなら、何試合でも投げられると答えている。打撃では、投手ながら、プロ初安打で3塁打を放ち、ルーキーシーズンの2007年には11打数3安打、打率、273を記録している。チームメイトからは主に、タクと呼ばれ、ファンからの愛称はアサオ、朝尾キュン。チームの先輩である。 岩瀬一則と同じく幼い頃からずっと愛知県内の学校チームで過ごした地元中の地元の選手である。また山崎武史と同じ地田市立八幡中学校の出身である。漫画ワンピースのファンで休日には自宅でコミックスを読んでいる。チーム内では岩瀬や高橋里史文もファンである。愛知県利用組合が発表した2011年。 ニューヘアのモデルとなり、朝お部屋として、ヘアサロンのメニューとなる。オフには、病院や児童養護施設へ移問を行っている。ファンサービスに、積極的で、特に春季キャンプでは、六金一級と呼ばれる、過酷なキャンプとされる、中日の一軍キャンプの練習後に、求められた人全員にサインをしている。サインを求める人が非常に多く、週刊ベースボールの取材で、 毎日大変じゃないですか。と質問された際に、ファンの皆さんが、ルールやマナーを守ってくださる限り、僕は書きますよ。僕にとっては、毎日のことでも、来てくれた人はその日しか来られないから、と考えてしまうんですよね、と答えている。チーム内では、高橋や吉見和樹と仲が良い、中日スポーツで2011年の MVP に、 選ばれるかどうかと聞かれた際にも、吉見じゃないんですかと発言している。一方、吉見の方も同じ質問で、タクでしょうと答えている。また、野手では、野本慶と仲が良い。2009年12月28日に10年間の交際期間を経て、高校時代の同級生と結婚。その後、夫人は月刊ドラゴンズにおいて不定期で、 朝尾の家庭内での表情などを描いている。2012年11月10日に第一子となる長男が誕生した。非常に謙虚かつ礼儀正しい性格で、2011年 MVP に選ばれた際の記者会見では、自分には縁のない賞だと思っていたので、喜びより驚きの方が大きいや、吉見の勝ちを二つ消しているので、本当なら吉見は20勝。だから、 吉見が選ばれると思ったと発言している。2011年のリーグ連覇後、中日スポーツに手記を寄せている。本人曰く、この年は開幕戦で、さよならでの負け投手になり、その時はブルペンで、ストライクが一球も入らないほど最悪のスタートだった、いう。その時この年から中日に加入した、佐伯隆弘から5月13日の阪神戦。 甲子園で3連打されて1点を失った試合後に、俺が対戦していった時のタクはがむしゃらに腕を振っていた。どんどん攻めてきた。そこが嫌だったんだよと言われたこと、9月23日のヤクルト戦、名古屋ドームで押し出し支給で、マキシモ・ネルソンの勝ちを消した試合で、本人曰く、押し出し支給はプロに入ってこの時が初めてだった。ツーロークで帽子を投げつけたシーンを、 テレビで見ていた父親からプロに入って初めて試合後に電話がかかってきたこと、この二つが2011年の天気だったと語っている。また、その最期からは、クライマックスシリーズにて、いつも通りが、今のマックスという言葉を帽子に記してもらったが、これは、朝尾本人が何か力になる言葉をくれという要望に応えてもらったとの、ことである。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。